やばっ。ありがとう。よいしょ。違う違う、先に魚さばかないかんのか。ちょっと前からやり直そうか。よいしょ。お腹、背中。よいしょ。お刺身どんぐらい食べる？あ、今日のメニューはまだ聞いてなかったですね。そうですね。逆にね。はい、薄いな腹。腹だけ刺身にいいと思ったけど、ものすごく腹が薄い。割とメインどころ忘れ物したな。ということでお魚をさばいてまいりました。で、今日作るメニューがですね、アヒージョ作ろうと思ったんですけど、オリーブオイルを忘れるっていう事件が起きました。まず油ってないよね。あるもので工夫して作ります。とりあえずね、バケット、アヒージョをつける用のバケットを切り詰めました。ここにですね、スープに入れるはずだった玉ねぎをですね、敷き詰めていきます。ちょっとね、ちょっとだけ事件起きちゃった。オリーブオイルがね、入ってなかった。あら、大丈夫です。アヒージョが僕あんまわかんないんで。ピザ作るから。な感じ。兄弟みたいな感じですね。うん、そう、アヒージョで使う人だったらエリンギもね、かけちゃいましょう。ホールトマトー。お。で、バジル。胡椒。これ彩りにしかならないんで、口の方に置いときます。アルミホイル、蓋をして焼いていこうと思います。うわ、危ない。で、これを消えるか消えないかぐらいの火にかけていきます。あとホールトマトですね、缶ごと火にかけようと思っておりまして、ここにですね、玉ねぎをもう入れます。そのまま。おー、アスパラもあります。燃えてますね。うわ、美味しそうですね、それ。チェルディ？あ、チェルディですよ。チェルディ？はい。顆粒のコンソメ。うわ。どうしよう。という料理でございます。はい。じゃあピザからいきますよ。こっちですね。はい。オープン。うわー、めっちゃ美味しそうじゃないですか。美味しそうよね。密性が高くないからさ、はい、どれぐらい火が通ってるかがわからない。おお、そういう不安。もうあ、もうパンがね、あ、ね、溶けてるね。パンが溶けるんですか？パンって溶けるんだね。あ、溶けてない方からちょっといただきます。うわ、ああいただきます。うん、ここはうまいっすよ。ここは僕サクサクのとこしか食ってないんでわかんないですけど、味はうまいっす。あ、よかった。このパンの部分じゃないんですね。そのパンの。あ、バジルって美味しいね。美味しいっすね。よかった、火通ってるじゃん。はい。しっかり火も立って美味しいっすね。火が結構しっかりしてるのかな。あ、本当っすね。いただきます。香りもあって味もあるけど、そうですね、なんかちょっとパサパサしてない？はい、例えるものが全く思いつかないです。味は美味しいけど。美味しいですね。うん、なんか食感がちょっとな。そうですね、特殊ですね、これは。特殊だね。あ、ちょっとすすっていいですか？いいよいいよ。おお外人濃いっす。濃いよね、やっぱね。濃いっす。うん、これはうまい。あ、美味しい。ごちそうさまでした。おお、いい感じですね。やりますか、あいつさん。サバ持ってきたんで。あ、サバ持ってきたのね。そこそこのサバやね。はい。やってきました。これで。うわ、すげえな。これは匂いなかなかすごいです。出るやろうね、それね。いや、これ、売れるんじゃないですか。売れちゃうんじゃないですか。来てる。あ、なんかこれ。あ、タチウオだ。タチウオ。タチウオがこれに食ってきてたっす。マジで。ワンちゃんタチウオあるね。はい。おお。上まで食い上げてきた。ね、持ち上げたね。はい。もうちょっと放置しようかね。まあ切られることないだろうからね、ワイヤー。ワイヤーなんで。いただきます。はい。あ、なんかかかってる。なんだこれは。鬼横瀬です。鬼横瀬くんです。しかもそこそこいいサイズっていうねえ。言って高級魚ですけどね。どうしましょうかね。処理が怖いんですよね。そうね。どうしてもですね。うん。今日は申し訳ないですけど。今日はリリースしますか。はい、ちょっと怖いです僕も。なるほど。ですね。はいよ。はいごめんありがとう。はいバイバイ。よし買ってきました。よし。あ、来た。あっしゃ、なんだ。さあ、なんだ、次はなんだ。あっしゃ、来た。なに。アナゴやん。すごいな、今日なんか。アナゴはいいね。やばいっすね。アナゴやん。マジかよ。いろいろ来るな。本当っすね。血出てる、ごめんね。俺のフッキング強かったね。この子は持って帰ってもいいですよね。この子持って帰っていいやろね。ああ、ベロベロ。お、なんだこれ。これはさっきのやつじゃないですか。のちょっと小型バージョンですね。さあ、来た。なんだそれは。なんだ。でっけーアナゴ。でかー。マジでか。でかーアナゴ。でかいよ、すごい。すごいですね、これ。ね、どうなるんでしょうね。本当ね。声じゃないですよ、本当、どうしよう。アナゴになっちゃった。次はなんだ。よいしょ。アナゴだ。またでかいアナゴは。同じ絵ですね。そうだね。はい、アナゴちゃんでー。次は何が来るんだろう。またアナゴだって、絶対。お、これはなんだ。アナゴかよー。すごい。めっちゃ元気やん。すぐ閉めますよ。うん。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。じゃあまたここから朝は詰め。あと残り2時間ぐらい。ですね。そうね。はい。止めていきましょう。はい。さあ、お願いします。はい、トメリー。あ、来たー。はっ、なんでアラカブちゃんです。なんでよ。水も釣れそうじゃない？あ、やべ、ゴープロ飛んでった。あ、画面割れた。あ、こっちか。しかもやっちまった。帰ることできるんですか？帰ることできなかったっけな。そんな感じしますね。でもよかった、レンズで。あれ、交換できる。分かった、外れた。どうすか、あたりは。なかなか蓄積されてるね。あ、来た。うん、ちょっとね、シーバスっぽい。ただね、鉄板バイブのちっちゃいやつだからちょっと怖いな。いっつぁん、来た来た。朝一なんだろう。あー、シーバスです。あー、ごめんなさい。あー、外した。あー、イサキだった。イサキやった。やっちゃった。なんか前も見たぞ、この光景。足元でやっちゃった。なんてこった。いや、いる。やった。大丈夫。なんか朝からついてねえな。あ、来た。これはあ、もしくは大きいカマスとかない。何来た。泳がせるタマンですね。こいつの3キロ級だったらですね、めちゃくちゃ大きくなるんで、引いてめちゃくちゃ面白いんですけど。なんか乗ってる。あ、イサキちゃんかも。よかったー、マジで。もうイサキもバラしたまま帰るのがすごく嫌よね。そうですね。まあでもやっぱね、無人島ほどないね。来た。はい、あざっす。いい、おめでとうございます。あざっす。おいー、あー、やった。先よかったー。マーニー。あら、青物の量がいる。入ってきとるんかな。かっちゃん、ちょっと来て。変更でさ、そこの真下って何がいる？こっちまで、ほら。なんかいっぱいない？いやね、たまに見えるような、なんかいっぱいいるよね。います。何でしょうね、これ。あ、なんやろう。ちっちゃいね。よし、来た。いっちさん、かかった。青物です。なにちょっと待って、でかいダツです。でかいダツえ、おお、切られたくね。ああ、こっち来い。顔こっち向けますね。うん。おお。まっすぐ行け。入った。おお。あしゃ。やった。でっか、重っ。まさかの脱。でかっ。メーター超えてんのかな。いや、メーター超えてるね。美味しくないんかな。美味しいんですけど、骨がすごく多いんですよ、ダツって。なるほど。めちゃくちゃ多いです。気をつけてよ、ダツ。そうですね。ああ、これなかなかやね。はい。ああ、青物と思ったんですけどね、ベイトがバーっていたんで、ああ、なんかいるのかなと思って投げたら、すぐに来ました。あ、いけた。取れた。いや、マジでか。これやばない、これ。うわ、すげえ。ダツ。うわ、でかっ。重い。ドラゴンやん、これ。でかすぎ。ちょっと。ああ、ちょっと。これ処理大変なんで、頑張ってきます。はい、わかった、了解。ありがとうございます。はい、ナイスでした。いや。マジか。あ、来た。なんだ。来た。ぶり上げれる？それ。やばいやばいやばい。うわわわわわわわ、え、クロダイ、コロダイか。あげます。はいよ。うわ、すごいね、突っ込むね。パワフル。あげますよ。いったんどこ行きます。あーっと重いぞこいつ。ですね。ちょっと。ごめんなさい、いった。行きます。誘導します。はい。テンション抜きますよ。あざっす。うわでかい。でかい。これでかいわ。でかいっすね。昨日より全然でかいよ。全然でかいです。でかっ。これでかい。ドラグ出しちゃいけないからっすね。ガチンコ勝負だから疲れました。うわやば、重そうでかっ。おお元気。さあそしてさあナイス。でかい。これはでかい。腰が痛い。ナイスです。お疲れ様です。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ここああなんでやねー。あら。はい。なるほど。